俺ら恥ずかしいからまずめぐに誘うか。あ、な、まずはな、まずはめぐにやってもらおうか。オッケー。なんか受け入れるか。どうもラザリアアークでーす。はい。トーサチャンネル始めます。ベースのメグです。ボーカルのゆえです。ギターのトイレです。はい、どうも、はい、お願いします。こんにちは。あ、こんにちは。え、乾杯。今日はのんびりと、はい、今日も乾杯しますかいです。乾杯。乾杯。はい、はい、皆さんお疲れ様です。ちょっと椅子からこけそうになったわ。やめて。早いよ。やめて。やめて。おらんくなるのやめて。メグおらんくなる。そういうのやってみる。メグ。気づいたらメグおらんやん。何それみたいな。はい。いや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 。今日は何ですか。今日はね、ちょっと今思えば、こんなこと流行ってたよね昔みたいな話をちょっとしようかなと。思ってて、なんかね、ファッションとかさ、こういうこと流行ってたけど今全然ないよねみたいな、ね、まあ、ファッションで言ったら、うん、俺未だにつけたりしてるんだけど、こういうやつね。あ、こういうやつ。突然のこういうやつ。こういうやつ。こういうやつ。ちょっとなんか色がちょっと奇抜ですけど、あれやな。そう、そう動物の尻尾を腰にさ、下げてっていうの流行ってたからね。めっちゃ気持ちいいな。そう、手触り。でっかないこれでも。なんかもっとちっちゃい。こんなんじゃん。これぐらい。これぐらいは今日。このぐらいやったかも。本当。うん、でっかかも。でも可愛い。え、愛用してるってことまだ。うん、結構色違いとかもあるし。え、あ、そっか。え、こう。うん、でも当時から好きで。なんで今みんなつけてないのって。邪魔やしちゃう。邪魔とかそういう理由で何個もあるんや。ある、そうね、浜崎ロタリングみんなつけるこれ。じゃあ次の以上のコンセプト、じゃあこれでライブする。かわいいやん。これでライブする。全然あるよ。じゃあ、メグこうツインテでこれでやばないこれ。かわいいやん。あ、かわいいやん。ほら、ほら、どうしよう。どうしようかな。多分な、こうつけてたらこう見えへんと思う。メンバー見えてない。ボリューム。へえ。ボリュームや。これ誰が流行らしたのこれ。アユで、アユ。やっぱり。アユだよ絶対。アユの影響を受けてつけるようになったの。そうではない。どうやろう。でも普通に店で行ってこういいなと思って。これ店で買ったの、ネットじゃなくて。これはネットで買いました。うんうんうん、いや当時も好きやって、あの流行ってた時期。メグのこれ見してよ。メグのこれ何色持ってません。これをこう集めて、いろんな色オレンジとかもあるし。え、オレンジあんの。ある。え、ちょっと今度見して。お、持ってんの。オレンジじゃないです。あ、何なんオレンジ今あるみたいな感じだった。オレンジあんのと思ったよ。持ってますよ。あ、か。そう。でも未だに持ってて好きっていうのね。あなたはまだ流行ってる。流行とか関係ない。好きなものは好きな時に。好きなものはずっと好き。はい。その心大事。いや、なんかさ、鬼滅の刃でまだ好きなんとか言われたりするけどさ、そん好きやろ。好きやろ。流行り終わっね、まだだって続いてるのに。まだ終わってない。もうアニメ終わったのにまだ好きなんとか、そういうことじゃないじゃん。確かにね。確かに。とかさ、なんか昔よく履いてたんだけど、ブーツカットの、こういうやつ。そうそうそう、下がね広がってる。これブーツカットということですか。あ、ブーツカットの、はい、それブーツカット。これブーツカットなんですよ。ギリ、はい、あれでしょ、足短いから、足短いから、足短いから、からからこう、そう、切っちゃうと、カットして、ブーツカットの部分なくなる。あ、そうだ。ほんでちょっとこう、広がりかきぐらいのこと
一番見せたいところじゃないの、アイデンティティが。そう、一番見せたいところは、それ難しい問題ですよね、うん、でもね、あの切っても、うん、あのシルエット的には膝からこう、私それで言ったらね、あのその肩パッパッとガーンみたいな、誰発信とかあるでしょう、わかんないけど、キッカーコージ、キッカーコージがやっぱ思い浮かぶけどな、うんうん、もうそれこそ80年代ですよ、うん、でね、お姉さんもこうボディコンみたいなこうね、聞いたことある、そしたらこう肩パッと入って、男も肩パッと入ってたから、女の人も全員ね、うん、こうみんなガンダムみたいだった。じゃあ横並ぶ時でもこれぐらいの距離感じゃないと肩当たるよね、多分、うん、肩パッとあるのに、さらになんかあの何肩パッと入れてた人いたからな、パッとね、まあ、ついてね、服の内側にあれって重ね重ね、こうしたら柔らかい、このここ の, あの内部分に柔らかい、柔らかい、じゃあバーンってやってもブルンってなるの、ブルンってなるの、ブルンってなるの、ガンダムっていうとね、うん、なんかガチガチみたいなガチガチじゃない、こういっても触った、ここに触れたことがないからさ、タッチも痛くないやつや、うん、優しい、うん、ダメ、うん、そう、あとね、今80年代でね、まあ話が出たんだけど、うん、セーターをね、ズボンの中に入れる、お、セーターインするのはセーターイン流行ってて、セーターをイン、セーターをインするんですよ、めっちゃ分厚い、トレンディードラマとかで、それもね、それもね、こだわりは V ネックなんだよ、ここは、あ、こだわり V ネック、ここ V ネックのセーターでイン、うん、で、上になんかなんかブルゾンを着てるみたいな感じ、丸じゃダメなの、丸じゃダメなの、丸じゃダメ、丸じゃダメ、丸じゃダメ、V、V、やっぱりその誰かがそのね、形でやってて、うん、あ、俺もってなって、うん、そうだな、で、だから V じゃないとダメみたいな、うん、どうなんだろうな、 V じゃないとダメっていうのは俺の周りだけだったのかもしれないけど、なぜセーターインは流行ってた、誰が流行らせたのかな、セーターインなんて、そうだな、セーターはすごい力ない、ゴワゴワここ、ゴワゴワ、いつからやめたんですか、覚えてないけど、意外と短命やったよ、まあ、本当にそんなずっとなかったと思うな、ガンダムにはなってた、ガンダムにもなったな、あ、じゃあ全部通ってるんや、ガンダムにもなったし、これはえ、さ、通ってない、さ、通ってない、これからやな、これからか、そうやね、うん、これから学ぶ、それつけてる人街で見かけたらちょっとドキッとするかもはぁって、はぁってなるかも、2024年は、うん、みんなで尻尾を生やしていきましょう、時代を繰り返すから、うんうん、第一弾はこれ尻尾から、はい、流行らそう、尻尾から始めようか、流行らすわ、はい、流行らそう、尻尾そう。ほんでみんなでブースカット履こうぜ、はい、肩パッと入れて、あ、すごい、なんかもういっぱい、すごいな、いっぱいな、こう、こうなるな、ね、あ、それな、ブーツカット買って肩パッと入れてセーターインしてこれつけてたんで、これ、俺ら恥ずかしいから、まずめぐみに誘うか、あ、な、まずはな、まずめぐみに誘うか、オッケー、受け入れるかなんでも挑戦は大事ですからね、そう、ね、そういうところ、やっぱり挑戦はみんなやっていきましょう、やっていきましょう、ね、いきましょう、はい、はい、この動画はハードロックバンドロザリオワークが発信する関連動画です、チャンネル登録、高評価、その他 SNS フォローもぜひよろしくお願いします、最後まで見てくれてありがとう、ありがとうございました、バイバーイ、尻尾かいよ